仕上がりはこんな感じです。ゴムで3回結ぶだけなんですが、お団子が3つあるとおしゃれに見える、ちょっと個性的なアレンジになるので、皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回はゴム3本で3回結ぶだけでできる簡単なお団子アレンジのご紹介です。簡単ですが、すごくおしゃれ見えするアレンジになるので、ぜひ作ってみてください。まずベースは毛先の方だけでもいいので、ちょっと内巻きに整えておきます。少しカールをつけててあげるとアレンジしやすいです。今回はゴム3本を使って結ぶだけでできるアレンジのご紹介です。ではまずトップの部分を髪の毛を分け取っていきます。はい、分け取ったらここで一度結んでいきます。そしたらこの結び目を押さえながら毛束を引き出してほぐしていきます。もう一度分け取って結んでいきます。指と同様に結び目を押さえながら周りを引き出してほぐしておきます。最後残った髪を全部まとめて、もう一個お団子を作っていきます。最後は毛先を上にちょっと入れ込んであげると隠せます。こんな感じです。お団子にした後にちょっと短く出てしまう髪の毛は巻いてあげて質感を整えておきます。レイヤーが入っているスタイルだと結構ぴょんぴょん出やすいので、そういった時はちっちゃいゴムでお団子にした上からさらに留めてあげると、ぴょんぴょんしてた毛が抑えられて楽ちんに留めれます。と顔周りは短い毛を出して遅れ毛として巻いていきます。顔周りは波ウェーブにするとちょっとおしゃれな感じになるのでおすすめです。毛先を外羽にするだけでもちょっとニュアンスが出ておしゃれな感じになります。と前髪もちょっとずつ分け取って巻いていきます。少しずつ角度をつけて上の方を巻いてあげるとクシュクシュっとしたバングができます。ストレートアイロンも横だけじゃなくて縦にこう使ってカールをつけてあげると結構いろんなカールが作れるので便利です。最後前髪とか遅れ毛にはバームをつけて質感を整えてあげるといいです。しっかり手のひらで伸ばしてつけていきます。仕上がりはこんな感じです。ゴムで3回結ぶだけなんですが、お団子が3つあるとおしゃれに見える、ちょっと個性的なアレンジになるので、お出かけアレンジにおすすめになります。